絆創膏とは、傷口や患部の手当てに用いられる衛生材料の一種である。総称被覆材。絆創膏には、救急絆創膏、水絆創膏、テープ絆創膏などの種類がある。絆創膏ははじめ、粘着テープであった。粘着テープの始まりは公約である。18世紀以前は、高校、例えばダイヤキロン高校などは、棒状で売られている油体を熱して、 柔らかくし布や革に塗布して使っていたが均一に塗りにくく油体にひび割れが入るなど不便であった。18世紀後半にはドイツで松ヤニと蜜蝋などを加え柔軟性と粘着性が改良された松ヤニ高校が開発され便利になった。その後、松ヤニ高校は薬剤や配合剤が加えられ各種の公薬が開発されたが まだ油体そのものは粘着剤とは言えなかった。19世紀半ばになり、ゴム工業が盛んになると、これらのゴム技術を用い樹脂と密浪に天然ゴムが加えられる。これにより抗体の粘着性は画期的に良くなる。ゴムの入った油体をヘンリーデーが開発し、1845年に WH、シュカットと二人で米国の特許を得ている。 二人が開発した油カラダは天然ゴムを配合したためよく貼り付き、きれいに剥がれる性質を示し粘着剤の特性を持っていた。アメリカではこの時、油カラダという薬品名がアドヒーシブプラスタに変更され、イギリスではレジンプラスタと未だに呼ばれていた。救急番総工は1921年にアメリカ合衆国ニュージャージー州の r e ディクソンが考案した。 バンドエードが最初である。その後さらに改良を重ね、今日まで色々な種類の伴走行が開発されるようになっている。日本では1948年に初めて日版が日版救急伴走行という商品名で救急伴走行を発売した。以降、各社から発売されたことでコモディティ化が進み差別化が難しくなったことから全体を防水加工する。 殺菌作用のある薬剤をガーゼに染み込ませる、湿潤療法の効果を得られるなど、付加価値をつけた高機能製品も登場している。また、傷口をセンサーで監視し、状態に合わせた薬剤を投与するスマートバンデージの研究も行われている。絆創膏には、救急絆創膏水絆創膏テープ絆創膏などの種類がある。絆創膏は、バンドエード、 カット板、サビオ、リバテープ、傷板など、地域ごとに呼び方として使われる商標が異なっている。救急板走行を救急板走行を裏返したところ、救急板走行のテープを剥がしたところ、粘着部のシートの中央部に不織不製のパッドが取り付けられた、もので総正面の保護に用いられる。傷口を清潔にした状態にし、剥離紙を剥がして、パッド部分を総正面に貼り付けて、 最近の侵入を予防する。近年では湿潤療法に合わせた商品も増えて、きている。日本においては、救急番走行は、薬事法によって、医薬品、医薬部外品、医療機器の3つの種類に区分されている。パッド部分に殺菌消毒薬を含み、殺菌消毒効果を有しているものが医薬品、医薬部外品に、パッド部分に薬剤を含んでいないものが、医療機器に分類される。 バンドエード、カットバン、サビオ、急バン、リバテープ、キズガード、キズリバテープ、キズバン等の商品が知られており、それぞれの販路でのこれら商品名が、救急板走行の代名詞となっている。水板走行、液体板走行とも、コロジオンを主成分とした接着剤のような液体を幹部に塗布し、乾燥させることで皮膜を形成し細菌の侵入、等を防ぐ。 皮膜が患部に密着するため皮膚の屈伸に強く、水にも強い。東京講師社のコロスキン、小林製薬の酒向けや、大木製薬の龍板などの商品が知られている。徒藤に一瞬染みることや、総症治癒を妨げることがあり、農用形成の原因やケロイドを生じる、可能性がある。サージカルテープ、粘着包帯、伸縮性粘着包帯などが、 テープ絆創膏に分類される。ありがとうございます。